はい、どうも大輝です。よろしくお願いします。はい、昨日のニュースでね、12月4日のニュースかな。介護職員にね、職業改善手当っていうのが今支給されてるんですけど、再来年の10月から、まあ月8万円支給しますよというニュースがありました。いや、ありがたいです。非常にありがたいニュースですね。うん、再来年には僕も、ちょうど丸10年は経ってるのかな。11年目とかになるので、支給はされるんですけれども、ちょっとなんか個人的にはね、もやっとしたところがありまして、もやっとしたところを言わせていただくと、まあ、その勤続10年っていうことなんですけど、その10年っていうのは、その、同じ職場内で10年か、それとも、介護職の勤続が10年以上の人に8万円っていう金額が支給されるのか、あとね、まあちょっと調べてみたんですよね。厚生労働省の方でその介護職員の現状みたいな感じで調査がありまして、その結果っていうのがちょっと一部抜粋して載せたいと思います。こちらの方に載せてますね。うん、で、まあ一般産業において、まあ平均勤続年数が11年、12年くらいだったかな、11年とかそのくらいに対して、そのホームヘルパーだったり、あと介護職員、福祉施設介護員、介護職員、うん、の平均勤続年数が 5.5 年とかだったかな、確かになってるんですけど、まあ一般産業が11年くらいに対して、介護職員のまあ平均勤続年数が 5.5 年くらいだと。そういった中で10年経ってる人に8万円支給、うん、正気っていうのと、これはまあ今まで通りなのかなっていうふうに感じるのが、まあその勤続年数10年以下の人に対する処遇改善手当っていうのがどうなっていくのかなっていうのが個人的に思うところですね。あとさらに言えばなんですけど、処遇改善手当ってあると思うんですけど、言っちゃえば介護事業所によって支給方法だったり支給額だったりっていうのは結構まちまちだったりするんですよね。一気にボンって払っちゃうところもあれば、ボーナスの時期と同じ時に出しますよとか、あとまあ月々の給料にプラスして支給しますよとかっていう風にね、支給方法とかもまちまちなんですよね。まあ支給額が違うっていう風にさっきお話ししたと思うんですけど、いろいろこうランクみたいなのがあるんですよね。例えば1ランク2ランクを達成できてたら1万5000円支給しますよだとか、 1,2,3 ランククリアしたら2万円支給しますよだとか、まあ4ランク全部クリアしたらその現時点でのマックス3万7000回だ、ちょっとごめんなさい覚えてないんですけど、うん、でもその4ランククリアしたら満額支給しますよとかって、結構ランク分けされてるので、再来年処遇改善手当が8万円になるって言われる再来年の10月頃も、そのランクによってまた支給額が変わってくるのかだとかっていうところも気になるところではあるんですよね。昨日僕が見たニュースの中では、その再来年10月から8万円支給しますとし か、ニュースやってなかったので、まあ詳しいことは正直、まあ、調べてはいないんですけど、うん、なんだろうな、個人的に思うところが、10年以上介護職ではあんまりいないっていう話を聞いたりしますね。うん、いや現にその厚生労働省の方で調査した結果も 5.5 年とかなん で、10年ってなかなかいないんじゃないかなとは思うんですけど、いやまあね、でも分かんないですよ、分かんないけど、僕みたいなね田舎に住んでる人は、まあ、まあそこしか働く場所がないっていうわけでもないけど、まあ別によっぽど人間関係が悪くて剥げ上がって困ってるとか、ストレスが溜まってこう鬱になっちゃうとかっていう現状には僕自身置かれてないので、まあ今の職場を辞める理由もあんまりないんですけど、でやっぱりね、こう介護職員自体給料が低いから辞めるっていう離職理由も上位なんですけど、違う動画でねお話ししたと思うんですけど、その運営方針が自分の考えと合わないだとか、あと人間関係が悪いっていうのが、まあその給料が低いっていう理由よりも上位にあるので、まあ結構ね、施設の運営方針だったりだとか人間関係が悪いっていうのは正直国にどうこうできる問題ではないのかなっていう気はするので、まあ各介護事業所事業者が取り組んでいく問題なのかなとは思うんですけれども、うん、ただね、お金の面で関して言えば、そのまあ現にね、処遇改善手当が国の方から支給されてるので、まあ正直あんまり文句は言えないところではあるんですけど、ただ10年以上っていうのがちょっと長いんじゃないかなっていうのが本音ですね。いや現に僕も今で丸9年丸8年か
丸8年経ってますけど、実際僕より若い年齢の子がね役職ついたりとかしてるので、結構実力主義だったりっていうねところもあるので、若い子たちが頑張ってるのに長く勤めてる人たちだけご褒美あげますよっていうのもいかがなものかなとは思うんですよね。いや正直高齢社会を今後ね支えていくのは若い世代なので、なんだろうな、そういった若い子たちにもね、まあお金の面の話だけにはなっちゃうんですけど、そういったお金の面だけでもね少しこう希望を持たせてあげるというか、そういうところにもちょっと踏み込んでいった方がより介護する側としてはモチベーションもアップするんじゃないかなとは思いますね。だからそういった点でね、なんかこう10年以上が月額8万円満額でだと思うけど、満額で8万円もらえるだとか、そういった縛りはあんまりしない方がいいんじゃないかな、なんかモヤモヤするんだよね。まあね、正直ありがたいことですよ本当に、もし満額8万円もらえるのであればですけど、たださっき言ったようにその処遇改善手当自体も事業所、介護事業所によって支給額とかも変わってくるのでね、満額もらえるようにね施設側、介護事業所側もこういろいろ取り組んでいく必要はあるとは思うんですけどっていう思いで今お話ししてますね。ただ一介護職員のペーペーがこんなことを言って申し訳ないんですけども、平均勤続年数が短いだとかっていうのもお金だけの問題じゃないと思うので、まあ個人個人でね取り組んでいったり、介護事業所全体で取り組んでいったりっていうことも必要だと思うんですよね、そのいろんな問題に対して。なのでね、一人一人がこう今後どうしたらいいかっていうのを考えてやっていくとよりいいものになるかなと勝手に思っております。ただ一介護職員ですけど、ちょっと早口でしたけど僕のもやっとした気持ちをねちょっと喋ってみました。今日はねちょっと真面目な動画で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。